こんにちは、えー。応答するアートプロジェクトケーススタディファイル。今回は青木明さんにお話を伺おうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。青木さんはインデペンデントキュレーターでいらっしゃり、えー、同時に、えー、アーツカウンセル東京の、えー、東京アートポイント計画のプロジェクトである、えー、ファンタジアファンタジア生き方が形になった街のディレクターでもいらっしゃいます。えー 本日はファンファンの拠点であるゲートスタジオに伺っています。青木さんは、えー、アートの分野だけではなくて、まあ、様々な近接領域にも常に目線を配って活動されていらっしゃると思います。えー、本日は青木、えー、さんのこれまでのご活動だったりとか、まあ、リサーチっていうものを、えー、お話を伺いまして で、青木さんはこれまでどのような実践をされてきたのか、その中でどのようなことを考えていらっしゃるのかっていうことをお話を伺えればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。えー、ご紹介ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、インディペンデントキュレーターをしている、えー、青木明と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、本日はですね、えっ、ー、と、僕のこれまでの、まあ、実践や今いろいろリサーチしている、あのー、事例についてお話しさせていただこうと思うんですけれども、 本日の、えっ、ー、と、今タイトル、えー、画面に映ってるかなと思うんですけど、今日の、まあ、テーマを僕の方で、えー、設定させていただきました。それがですね、えっ、ー、と、切実な想像力のためのアートプロジェクトという、えー、まあ、テーマを設けました。えっ、ー、と、この切実な想像力っていうのは、えっ、ー、と、後で、あの、僕の方から詳しく、えー、説明していこうかなと思うんですけれども、えー、今僕が、えー、活動している、 プロジェクトが、まあ、いわゆるアートプロジェクトとか、えっ、ー、と、まあ、キュレーションというふうに呼ばれてるんですけれども、まあ、僕自身はあんまりそのアートであるかどうかっていうことに、ま、ちょっとこう関心があまりないというか、まあ、もうちょっと広くこう想像力って呼ばれるようなものの実践というものをこう考えています。で、まあ、その背景になった、えっ、ー、と、これまでの活動ですとか、えっ、ー、と、先ほどご紹介いただいたような、えっ、ー、とフ、ファンタジアファンタジアの えー、で、どんなことをしているかという事例を、えー、ご説明させていただきながら、その切実さっていうのがどういうことかとか、えー、想像力っていうもの、そういう実践はどういうものなのかっていうのを、えー、お話ししていこうかなと思います。えっ、ー、と、これまでの活動としてはですね、えっ、ー、と、僕はもともと大学で、えっ、ー、と、アートマネジメントを専攻していて、 えーま、大学卒業後はですね、公共劇場で、えー、指定管理者をしている NPO で、えー、勤務をしたりしていました。でそこをですね、2015年頃に、えーま、退職をしてフリーランスになった時に、ま、キュレーションというような活動を始めたんですけれども、ま、ちょうどその頃にですね、えーと、今ここの墨田区とも縁ができます、えー。2016年にですね、アーティストの友人と一緒に、えー 墨田区の、まあ、この今画面に映っている小さな三角形の屋根の長屋に引っ越してきました。で、そこをですね、スピードと名付けて、まあ、自宅兼アトリエ兼ギャラリーみたいな形で展覧会をやったりとか、まあ、この地域に住むクリエイターと街の中でいろいろなプロジェクトをすることになりました。で、なんかこうやって自分たちの場所を作ろうと思った、まあ、きっかけというかがですね、 もともとそのアートマネジメントを大学で学んでいるときに、まあ、いわゆるこうギャラリーとか美術館ではないような場所で、まあ、地域の人たちと一緒に共同制作をするようなことを経験してきていたんですけれども、えーとまあ、その背景をもとにですね、えー、2015年に、えー、と今日暮里の谷中にある萩ウという、えー、施設でですねあの、展覧会を企画させていただくようになった 結構僕のこうキュレーションの第一歩なんですね。えっ、ー、と、まあ、それまでアートマネジメントを専攻してたので、キュレーションの専門教育っていうのは受けてなかったんですけれども、まあ、ハギソウの方との出会いをきっかけに、ハギソウで年に1、2回ぐらいこう展覧会をあの企画させていただく、あの、ご縁がありまして、2015年頃から2、3年間ぐらいですね、の間に5、6本ぐらいの展覧会を企画してたんですけれども、まあ、ハギソウっていう場所が、 まあただ、ホワイトキューブではなくて、もうちょっとこうカフェが併設されていてで、まあ、アートだけじゃないことをいろいろ楽しむ場所になっていたので、なんか僕もそこで展覧会を企画するっていう時に、ただこう、アートの文脈に即してこう作品が置かれているっていうよりも、もうちょっとその谷中っていう街の中に、なんか作品と呼ばれるものが置かれているみたいな、少しこう俯瞰した状況みたいなものに興味があったんですね。 まあ、そういった視点でいくつかのこう企画をしていく中であのいわゆるアートっていう世界のことだけじゃない街のこういろんな事象に興味を持つようになって、まあ、街づくりとか、まあ、大きくは都市計画みたいなものにも、まあ、この頃からすごく関心がありましたで、まあ、そういった関心をもとに墨田区に引っ越していったっていうのがまず一つ僕のこうキレーションっていうものをこう自分で学んでいく実践の中で学んでいくきっかけでした で、その後ですね、えっと、いろいろ展覧会を企画させていただくことになるんですが、えっと、僕が、まあ、いわゆるこう、展覧会を企画している場所っていうのが、あんまりこう、ギャラリーとか美術館とか、いわゆる、いわゆるアートのための場所っていうところではなくて、まあ、例えば企業が持っている大きなこう、えー、倉庫物件のような場所で、一時的に展覧会を企画していたりとか、 あとは、えっと、アートだけではなくて、ま、音楽とか、いろんなカルチャーが、え、参加している、こう、フェスティバル形式のイベントの中で、え、使われていた、ま、ある廃校の中の施設を使って、来場者の方と、こう、ワークショップを楽しむような企画を、え、行っていたりですとか、あとは最近はですね、えっと、東京の多摩ニュータウンの方にも、あの、すごく、こう、関わりがありまして、 え、たニュータウンの中にある、え、団地の、ま、使われなくなった、こう、店舗物件などを活用して、一時的にその場所を展覧会会場にしたりとか、アーティストと一緒に、え、その街を、ニュータウンをリサーチして、廃校の備品を活用して作品を作ったりとかっていうような活動をしています。例えば、多摩ニュータウンのこの事例ですと、えっと、2020年頃から、えっと、この、 展覧会などのイベントを始めて、これがきっかけでですね、あの、たまュータウンに住む人々と一緒に、今は法人をまた立ち上げて、えっ、ー、と、たまュータウンのこうした、えー、有給不動産を活用したり、公共空間を活用していくようなプロジェクトを地域の人たちと一緒に立ち上げています。また最近はですね、あの、えっ、ー、と、 東京に今までずっと住んでたんですけど神奈川県の横須賀に引っ越しましてあそこがちょっとアーティストビレッジみたいになっている場所なんですけどその場所に住むアーティストたちと一緒に自主的に地域の方々向けの小さな展覧会を自分たちで企画したりしています。でなんかこのように僕が割と活動する場所っていわゆるこう アートの人たち、アートに興味のある人たちだけが見に来る場所というよりは、まあ、本当になんか、ふらっと訪れたらそこに作品があったとか、あとは全然普段は、こう、アートとかっていうものに、まあ、こう、慣れ親しんでないような方々を、まあ、対象にするような地域で企画を行うことが多かったです。でも、まあ、そういうのがすごく、その、まあ、最初の萩草っていう場所の展覧会から始まり、 もうちょっと遡るとぼるとその大学生の時にアートマネジメントを通していろんなアートプロジェクトの現場に関わっていたっていう経験が、まあ、展覧会を作る、まあ、いわゆるキュレーションと呼ばれるような技術の中に僕はまあすごくこうこ続このこう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 こなこう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 ここう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  ことになるあのすごく大事な展覧会が2019年に、えー、とこれは京都で行った展覧会で「えー、と春巡のための風景」という、まあ、展覧会の企画をしましたでこのプログラムは、えー、関西圏外のキュレーターが、えー、と関西の、まあ、アーティストなどをリサーチしてでそのリサーチをもとに展覧会を作るというプログラムだったんですけれどもこの時に、えー、と参加してもらった アーティストたちっていいうのが、まあ、いわゆるこう、えー、美術館とかギャラリーでの展示の経験があるようなアーティストもいれば、えー、と普段は福祉施設でコーディネーターとして働いているけどあの今まで自分はこう表現活動に関わっていたっていうアーティストであるとかあとはアートとかっていう言葉を特に使ってないんだけどこう まあ,ある廃村になってしまった村を服村させようとしている、まあ、すごくユニークなこうプロジェクトであるとかまた福祉施設の人たちとか、まあ、いわゆるこうアートっていうかぎかっこつきのものにまとらわれないいろんな実践している人たちをリサーチしてその時にすごくこう、まあ、参加してくれる人たちからも、まあ、アートって一体何なのかとか なんで展覧会に僕たちが出るのかとかっていうことを、こう、すごいこう、ま、問われて、ま、その中で、ま、すごいディスカッションする中で、ま、展覧会って実はこういう、こう、機能があるんじゃないかとか、ま、アートではないかもしれないけど、自分たちがの実践っていうのは、確かにこういうクリエイティビティがあるみたいなことを、すごくこう、深めていくきっかけになったんですね。で、ちょうどこの2019年っていうのが、あの、 まあ先ほどご紹介いただいたファンタジア、ファンタジアを始めて、えっ、ー、と、まあ、1年経つか経たないかぐらいの年だったので、まあ、すごくその、えー、ファンファンのプロジェクトにも影響を与えている展覧会かなと思ったので、ご紹介させていただきました。で、まあ、こうやってこう、いわゆる美術館だけじゃないような場所でいろいろ展示をするようになって、で、まあ、その間、えー、冒頭でお見せした、えー 長屋に引っ越して、まあ、墨田区の街の人たちと関わっていく中で、なんかこの墨田区の街でもっといろんなこう活動を広げていきたいなと思った時に、えー、と東京アートポイント計画の中で、えっ、ー、と、プログラムの公募があったので、まあ、そちらに応募して、えー、実践することになりました。でそれがこのファンタジアファンタジア生き方が形になった街という展覧会で、 あの、まあ、ファンタジア、ファンタジアを略して、あの、僕らはファンファンって呼んでいて、この活動は2018年から始まったプロジェクトなんですけれども、と、この、たちが葛藤する墨田区っていうのが、あの、僕たち以外にもすごくいろんなアートプロジェクトが盛んに行われている地域で、それが2 3 0年ぐらい続いているエリアなんですね。こう、町工場を改装して、オルタナティブスペースにしていたりとか、 長屋を僕たちのアーティストが借りてアトリエにしたりギャラリーにしたりっていう活動がずっと草の根的に続いていてそういうことにこうあの何か行政とか大きいところが主導するんじゃなくてすごく自主的にそういう活動が継続していた地域になってますでその中で、えっと すごいそういうこう、すでに実践している先輩たちがいるっていうことに、僕もすごくこう、あの、刺激を受けて、で、まあ、その人たちと一緒にこう、もっと新しいことをしていけるんじゃないかって思ったのが、まあ、きっかけなんですけど、まあ、どうしてもこう、2、30年ぐらいプロジェクトが続いていると、いろんなコミュニティもこう、成熟してきたりとか、まあ、それぞれ個々人のこう、生活の変化などで、プロジェクトのこう、 あり方とかっていうのも変わってきたり、街、まあのこう、えっ、ー、と、開発も進んでいく中で、駅前がどん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 こう大きなビルがとかマンションが建つようになったりしていく中で、もっとこう、外から来る人と、まあ、すでに中で活動している人たちが一緒に共同できる機会があったりとか、まあ、そこからもっとこの街の面白さを見つけられるんじゃないかということで、僕たちのプロジェクトでは、まあ、対話とか学びっていうキーワードを使いながら、 えっと、今写真に写っているような、みんなで共同制作できるようなワークショップ的なプログラムですとか、えっと、アーティストたちと街を1年ぐらいリサーチして、街工場を使って展覧会を行ったりということを続けていました。で、えっと、このプロジェクトのですね、まあ、キーワードとして、えっと、3つほど、ちょっと切実さっていうところにつながるキーワードをご説明させていただくと、まあ、1つが、2つのプロジェクト、 えっと、ファンファンのコンセプトとして書いているんですけど、一つ当たり前を解きほぐすっていうキーワードがあって、で、これは、えっ、ー、と、僕たちの中で、えっ、ー、と、まあ、アートとか、あとはファンファンの中で使っている学びっていうもの、学びっていうのは特にこう学習的な意味ではなくて、えっ、ー、と、何かこう自分の想像を超えるものに出会って、まあ、自分自身をこう更新していく作業だと思っていて、で、それが、まあ、アートっていうものに通じているんじゃないかっていう、 とことを考えているんです、ね、でなのでこうまあアートっていう言葉を使わなくてもいいなと思っていてなんかそうやって自分の当たり前を解きほぐすような経験っていうのをこの町の人たちと一緒に見つけていきたいっていうのが、えー、と一つキーワードになります。でなんかアートっていうものもそういう自分の当たり前を解きほぐす、まあ、技術の一つだと思っていてでそれっていうのはこう、えー まあ表現する、アウトプットするプログラムもそうですし、なんか事務局の僕たち自身のこ,うことでもあるなと思っていてで、僕たちはこう、あの、アートっていうものをこう、大好きでアートを信じていて勢いを気揚々と街の中に入っていくと、でもそんな言葉が通常しない現場っていうのがたくさんあって、その中で自分たちも、自分たちが信じてたアートっていうものはどういうものなのかっていうものをすごくこう考えさせられる機会が多くて、 そうやって自分たち自身の当たり前を解きほぐすっていうのも、まあ、この自分たちがアートプロジェクトをやるっていうことの、まあ、一つのコンセプトでもあるのかなと思っています。で、もう一つがですね、安心してモヤモヤするっていう言い方を、えー、とファンファンの中でよくしてるんですけど、まあ、先ほど言ったようにこう当たり前を解きほぐすって言っても、なんかそれができる環境ってこう、まあ、心理的にだったり、自分の体対照的にだったり、 やっぱりこう安心した状況じゃないとそうやってこう自分の考えを変えていったりすることってできないなと思っていてでそうやってこうもやもやするなんかする環境を、えー、と作っていくっていうことも、まあ、アートの一つの技術だなと思っています、まあ、例えばその美術館とかギャラリーとかっていうのはその空間に入ってこう何か刺激的なコンセプトのも作品と呼ばれるものに出会っていくときに 多分いろいろ自分の感情が揺さぶられたりすることがあると思うんですけど、それっていうのはこう、美術館は、そうやってこう、ここであなたの感情が、こんな風に変わっていってもいいんですよっていうことが、こう、空間として、制度として、こう、まあ、ある種約束されているような場所かなと思っていて、で、そうやって美術館もそういう場所だし、なんかそれがもっと街の中にいろんな形で、えっ、ー、と、そういう空間は出来上がっていると思っていて、 まあ公園でのんびりできるベンチので休むひとときでもいいし、まあ、僕たちの住みだ区で言えばこう地域のハブになっているカフェでコーヒー一杯飲むこともそうだと思っていてなんかそういう経験の中に僕たちが考えていきたいこうアートとか当たり前を解きほぐすっていうことがあるんじゃないかなと思っているのでなんかこの安心してモヤモヤするっていうことは大切かなと思っています。 3つ目がですね、えっ、ー、と、まあ、アートと名付けられない想像力というふうに書いたんですけれども、そうやって墨田区のこう、街中で見つけられる面白さとか、あの、まあ、アートと呼ばれていないな、例えばこう、墨田区ってこう、路地園芸、路地にこう、いろんな園芸がこう、はみ出してる風景がたくさんあるんですけど、まあ、そういうのを見たときに、なんかすごくこう、街を使いこなしてるなっていうふうに思ったりとか、 あとはこう、すごくその家の人のま個人的な趣味みたいなものが、なんかその街の風景をこう、ちょっと豊かにしていく実践みたいなのが見られて、なんかそういうものをこう、いろいろ墨田区の中で見ていったときに、なんかいわゆるそのギャラリーとか、まあそういうような、こう、制度のに守られた場所だけに、やっぱアートがあるんじゃないなと思っていて、で、それを、ただ、路地園芸は別にアートと、 呼びたいかっていうと、なんかそういうわけではないんだけど、でもなんかその人がどうしてもそれをしてしまうっていうなんか想像力に、あの、なんかそ、それをもう少し掴みたいなと思って、で、ファンファンの中では、アートと名付けられない想像力っていうキーワードを、あの、片手にですね、まあ墨田区の街だったり、まあ、いろんなあの、アーティストたちの実践を見ていっています。 えー、例えばですね、まあ、特にそのアートと名付けられない想像力について、えー、とご説明させていただくと、えっ、ー、と、去年からですね、えっ、ー、と、行っている、えっ、ー、と、プロジェクトの一つに、えっ、ー、と、隣のアトリエというものがあります。これは去年実践した、えー、とワークショップなんですけれども、えっ、ー、と、アーティストの薄井結衣さんと一緒にですね、 えと墨田区にある工房館という、えー、と福祉施設に伺って、えー、とそこに保管されていた資料のリサーチなどをも、えー、とに、まあ、作品制作や、えー、と子どもたち向けのワークショップを今行っているんですがこの工房館という施設はですね、えー、とセツルメントと呼ばれる、えー、と運動発端に、えー、出来上がった施設になります。 で、このセツルメントっていうのが、えっ、ー、と、まさに僕が、えっ、ー、と、まあ、ここ数年リサーチしていた、えっ、ー、と、まあ、こう、キーワード活動の一つで、えっ、ー、と、もともとはですね、あの、僕が先ほど紹介した春春の富の風景という展覧会を、まあ、作っていくために、いろいろアートだけじゃなくて、まあ、近接領域の、こう、リサーチをしていたときにですね、まあ、ある対象 時代の美術運動を調べていたら、えーとまあ、そこに出てきたこう、まあ、表現者たちがですね、まあ、大正時代にセツルメント運動っていうのにこう関わっていたっていうあの小さな記述を見つけて、えーまあ、これがどういう運動なんだろうと調べていくと、えーとまあ、いわゆるこう貧困と呼ばれるような地域に移り住みながら、まあ、その地域の人たちと一緒にこう生活改善を行っていく運動で、 えと子どもたち向けにこうそれこそ今でいうワークショップのような何かこう遊びを、えー、と大学生とかが一緒に行っていたりとかあとはそれだけじゃなくてこう法律相談をするですとか診療所があったりあとはこう文化祭をしていたりと、まあ、すごくこう多岐にわたる活動が展開されていてで、まあ、今では多分こういわゆる福祉的な運動の一つとみなされるんですけど その源流をたどっていくとアーツ・アンド・クラフト運動からの影響で、えー、生まれていることが分かったりとか、まあ、今現在も、えー、イギリスで活動しているギャラリーが実はそのイギリスのセッテリメント運動を発端に、えー、生まれていった施設だったっことが分かったりとか実はすごくアートとのつながりがあるということが分かってきたんですね。日本でも特に、えー、関東大震災以降、えー に東京で行われてていることが分かってでそこで活発になっていた地域の一つがまさに僕が活動していた墨田区だったっていうのがあります。でその運動を、まあ、あの自分のこう今関わっている地域で活発だったっていうことがすごくこう気になって調べていったところを100年前にセツルメント運動として始まって今現在も えと保育事業を展開されている、まあ、先ほどの工房館という施設に、えー、と出会うことになりましたで工房館の方とですねいろいろこうあの交流をさせていただく中で是非、まあ、何かファンファンの中でアーティストと一緒になんかこの工房館の歴史をこう、えー、もっといろんな人に知ってもらう機会を作っていこうということで、えー、と始まりました。 でこれはですね、まあ、今現在もリサーチを続けていて2022年には、えーとまあ、約2年間の活動の成果発表を今予定していて作品制作を進めております。でセチュルメント運動をですね、まあ、調べていた同時期ぐらいに、まあ、もう一つすごく関心を持ったあの、えー、事例がありまして、まあ、それが作業療法と呼ばれる えっと、まあ、これもその福祉の、えー、実践になります。えっ、ー、と、まあ、作業療法と出会ったきっかけというのがですね。あの、まあ、いろいろ、ともと、こう、精神医療とか、まあ、そういうものに興味があって。えっ、ー、と、東京の世田谷区にある、えっ、ー、と、松沢病院という、こう、精神科の病院を。の、えー、実践を調べていた時でした。で、この病院の実践、何が気になったかというと。 これも大正時代ぐらいなんですけど、えー、とそこに入院している患者さんたちと,、えー、とお医者さんとあと外部の庭師の方が、えー、共同でその院内に、えー、と大きな山を作るんですねで山を作ると同時に、まあ、その掘り返した土で穴が開いたところを池にして、まあ、こう増援をするんですけど、まあ、それのこう記録写真とか、まあ あのお話を伺っていくとなんかすごくこう今行われているアートプロジェクトのようなものにも感じられてであと今でもその,あの山とか池がの院内にのあの残ってるんですけどなんかその規模感とかが、まあ、ものすごいこうあのクリエイティビティにあふれているなと思ってなかなかこんなプロジェクト今アートプロジェクトでもできないんじゃないかなって思うような規模感だったんですね。 でそれを調べていくと、まあ、この病院ではあのすごくその患者さんたちのことを思ってえっ、ー、と薬物とかそういう治療だけじゃなくてまあいろんなこうあの体を動かすような実践が行われていてまあそれがあのいわゆる作業療法と呼ばれる分野だったっていうのがありますこの松沢病院で行われていたの山を作ったりとかえっ、ー、と池を作ったりっていうような造園、まあの実践っていうのも あの、うちにアートプロジェクトをやろうとして行われていたとか、あの、まあ、これがアートとして評価されるだろうっていうことを目的に、こう、始まっていたわけではなくて、まあ、そこに、えー、目の前で苦しんでいる患者さんたちを助けようという実践として、まあ、こういう作業療法のような、え、ことが行われていた。で、まあ、それはこの病院だけじゃなくて、まあ、きっと今現在行われているような作業療法の中でも、すごくこう、 あのその目の前の患者さんをの生活を豊かにするためにいろんな創造的な実践っていうのが行われているんだなというふうに、えーまあ、このリサーチを通して今考えています。で、まあ、セツルメントとか、まあ、この作業療法のようなこう領域をリサーチしていたりとか、まあ、もしくは自分がこうギャラリーとか美術館だけじゃないような場所でいろいろ展覧会を行っていく中で、まあ、すごくこう考えていることっていうのが なんかその、このプロジェクトとか、まあ展覧会であったりっていうものが、まあ誰に向けられた、まあアート。まあここはこう、ニアリーイコールにしましたけど、まあこう、想像力の実践なのかっていうことを、まあ、すごく考えるようになったんですね。で、まあ、これまでこう、いろんなところで展覧会とか企画してきている中で、こう、いわゆるアートっていうものだけを目的に見に来る人たち、じゃない人が、あの、たくさん訪れてきて、僕もそういう人たちにこう、 あの話をしていく中でなんかこうその地域とか、まあえー、関わっている、えー、コミュニティとか領域のなんかそのローカリティみたいな、ね、その、えーとじこうえー、小さな規模感の中で、えー、とこう伝わっていくものっていうなんかそこの,こうあのどれぐらいのこう人たちに向けてどれぐらいの人たちに大切に のかそういう,こう具体的な規模感みたいなものをすごく考えるようになったんですね。でまあ例えばこうファンファンでこう隅田の街の中とかで活動している時も近所の,こうあのお年寄りの人が見に来てくれて「まあ、何やってるの?」って,ってこ,うこういうことやってるんですってご案内とかするんですけどあの、まあ、アートって言ってもあの受け取ってもらえないしあの それこそ別にこれがこう、あの、行政と連携している、こう、プログラムでみたいな事業の説明をしても、あの、いや、あなたボランティアでしょ、大変ねっていう話になってくるんですよね。で、まあ、その時に、あの、アートっていう言い方じゃない言葉で、こう、僕たちが何をしたいのかっていうのを届けたいと思うし、その人にも別にこう、あの、理解してもらったりとか、認められたいっていうのが目的ではないけど、 でその人に少しでもこう共感してもらえる言葉っていうのを探っていきたいなと思った時に、こう、これが誰に向けられたものなのか、誰に届くアートなのかっていうのをこう考えるようになったんですねで。まあその時にこう思ったのが、まあ、すごくこう、あの、個人的なエピソードで、あの、多分誰しもが持っていて、例えば僕もそのアートっていうものに関わる上で、 やっぱり自分がアートにこう救われたような経験があったんだけれどもなんかそういう小さな思いってなかなかこう主語にならないとかこうか言葉になっていかないなっていうことを思っていてちょっとここではその、まあ、そういうきっかけになったような、まあ、切実さにつながるあの個人的なエピソードっていうのを少しあのお話ししようかなと思っています。なんかそこにそのアートっていう言葉の外側とか まあそこに至るまでの、アートというものに至るまでの、なんか大切な思いみたいなものがあるんじゃないかなと思っています。まあ一つが、この、えっ、ー、と、京都でやった展覧会の時に、春人のための風景という、まあ、展覧会の中の、えっ、ー、と、これは、まあある風景なんですけど、えっ、ー、と、この京都芸術センターという場所の、えっと、屋外にですね、えっ、ー、と、石渡真理さんというアーティストの、 こう看板の作品が設置されていていその前であの地域の方々がこうゲートボールを楽しまれてるんですけど、まあ、この看板に、えーと「アートだろうがなかろうがとにかく生きよう」っていうのが書いてあって、まあ、これは石渡さんが行われている山々アートセンターという,こうアートプロジェクトの、まあ、ある標語のようなものなんですけれども、えーまあ、この展覧会を作っていくときに出会ったあるボランティアさんが ちょうど僕たちとの,その展覧会を作っている最中に、えーとまあ、すごく大きな病気が見つ,け見つかってですごくこうあの久しぶりに会いに行ったらっこうこうき承知にされていたんですね。でその方があのすごく聡明な方だったんですけど自分がこう病気になって衰えていくことに、まあ、すごいいろんなこうもどかしさとかを感じられていてでその時にいやあの、まあ、そういう気持ちで。 このアップセンターに訪れたらあそこに「とにかく生きよう」って書いてあるって言われてでそのことをこう僕とそのボランティアさんと石渡まりさんと、まあ、3人でこう教室で喋ってたんですねでその時に別に何かこう何か答えが出るわけではなかったんですけどなんかその人がこう一言「まあ、とにかく生きようと生きよう」って書いてあるってこうおっしゃったのがすごく心に残っていてでたまたまこの展覧会ではですねあの まあ福祉とか医療関係の人たちも参加されていたのでまあそういう人たちと一緒にそのボランティアさんのお話を聞く時間があってなんかそれがすごくいいなと思って、まあ、いわゆるこう病院とか施設の中じゃなくて展覧会のオープニングパーティーの場でなんかその、まあ、生きることの困難を抱えた人とこうアーティストとか、まあ、いろんな関係者たちがこう医療職とか じゃない立場で話をできるっていうのがなんかすごくこう不思議な時間だったなっていうのがすごく心に残っています。でなんかこういう空間がアートセンターとかまあ、美術館っていうものの中にこう作れるんじゃないかな。なんかそういうポテンシャルがやっぱり安心できる空間っていうのがアートの中で作れるんじゃないかなっていうのをすごく強く感じた、えー、時でした。 で、もう一つがですね、あの、もっとすごい個人的なことなんですけど、えっ、ー、と、僕が2019年にですね、の秋にですね、えっ、ー、と、まあ、右足を切断したんですねで。それはもともと12歳の時に骨肉症という病気で、えっ、ー、と、足の中にですね、えっ、ー、と、金属を入れる手術をしていたんですけど、まあ、それがこう、調子が悪くなって切断することになって、今、義足で生活をしているんですが、 その義足を作っていくときにですね、なんかこう、あの、自分の思い入れのある義足になってほしいなというようなことを考えて、で、ま、たまたま自分がですね、パートナーと一緒にこう、藍染めを育てていたので、えっ、ー、と、藍染めの藍を育てていたので、ま、その藍を使って、えっ、ー、と、布を染めて、ま、その布を使って、こう、義足の、えー、足をはめる、こう、ソケットの部分、 をこう装飾できないかっていうふうに考えたんですね。で、それだけじゃなくて、えっ、ー、と、自分のこう、仮装した右足の骨もあったので、まあ、そういう骨っていうものの、こう例えば顔料とかについて、えっ、ー、と、まあ、そういう自分から出たり、まあ、自分が関わる植物を使って、まあ、それらを材料に、あの義足を作ることができないかと思って、えっ、ー、と、 今このの義足の政策を進めていますで自分もこれを始めた時になんかこうまあこういう仕事をしているのでなんかアートというかなんかそういうようなこうプロアートプロジェクトと呼べそうなものでもあったんですけどなんかこう普通にどこかで発表するわけでもないしこうただただこう自分が 楽しそうだなというかいいいう思いで続けて,いてでただそれをやっていくときになんかすごくこうあの自分だけではやっぱ作れないのでいろんな人たちとの出会いがあってまさにこの義足の制作を通じて、まあ、いろんな作業療法士の方々とも出会いましたしなんかそこでこう考えを深めていくことってなんかアートっていう言葉では本当に収まらないあの出会いがたくさんあった。 で今まではなんかこういうものをこうあまりそのキュレーションとか、まあ、アートの歴史みたいなものにまあ接続するようなものではないなっていうふうにこう心のどこかでこうあの蓋をしていた気がするんですけどいやでもなんかそのセツルメント運動のような、まあ、もしくは作業療法の先ほどの実践のようなものを見てった時にいやなんかむしろなんかこういう,こう小さなあの 1>, 1対1のような,なんか臨床的なスケール感の中でこうアートが果たせることってたくさんあるなと思っていてで例えばアートってすごくいろんな価値とか評価があ,のあると思っていてまあアートワールドと呼ばれるような中で美学的な価値をこうあの高めていったりとかもしくはアートプロジェクトとかになるとまあ事業評価みたいなことが出てくると思うんですけど なんかそうやって主語とかが大きくなっていくことに対して、そのさっきみたいな個人的な経験っていうものを、こうあの、共有できないもどかしさみたいなものがたくさんあ、すごい感じていて、でもやっぱりなんか自分が後で救われたなっていうことを、その義足になっていく中で、あの、まあ、すごいこう決心がついたというか、あの、やっぱりアートに救われているなっていうこう実感が持てたので、 あの、やっぱこれがこうか蓋をすることではないんじゃないかっていう風に思ったんですね。で、やっぱりアーティストもその作品を作るときに、あのまあ、もちろんなんかこの作品が売れたらいいな。とかまあ、こんな風になったらいいなっていうまあ、目標とかはあると思うんですけど、なんかそうするしかなかったから、こう出来上がっていく作品ってすごい強度があると思うんですね。なんかどうしようもなく生まれてしまったみたいな。 まあそれは、こう、もしかしたらアウトサイダーアートみたいな現場を、あの、見ても感じることなんですけど、やっぱその人たちにとっては、なんかそれがアートと呼ばれたり、こう、値段がつくことよりも,も、そうするしかなくて、そういう表現が、こう、世の中に存在していくっていうことが、やっぱり、こう、パワフルだなと思っていて、なんかそういう、こう、手渡しで、こう、受け取れる価値観を、なんか、ある種のその当事者性みたいな、 ものをこう自分の実践の中でも大事にしたいなっていうふうに思うようになりましたで。まあ少しちょっと話が変わるかもしれないんですけど、まあそういうことをこう考えながらね、えっ、ー、とここ数年前にえっ、ー、と神奈川県に引っ越して、まあそこで今写っているようなあの航空写真にあるような場所に住んでいて、えっ、ー、とまあここでパートナーとかと一緒にこう畑をやってるんですね。 で結構実はこの農作業みたいな経験が、まあ、さっきの,その切実な想像力を考えてた自分にとってはすごくこうあの響くものがあってよくこう文化的な生態系とかなんかこう土壌みたいな言葉をこう僕も今まで自分のキュレーションとかこう仕事をしていく中で使っていって。 んです,けどすごく無意識にこう使っていたなってことを実感してもともと農業とか興味があったんですけどなかなか東京でそれを実践する機会ってなくてで横須賀に引っ越してきて、まあ、自然豊かな場所なのでそういう機会ができてやっていった時になんか本当にこう植物が育っていくっていうことが未知の世界でこう土の中のこととか、まあ、種のこととか全く目には見えない。 世界で、なんかそういう変化が起こってい変れがなんかこう僕たちが全部手をかけなきゃいけないかっていうとそんなことはなくて、まあ、人間がこう手を入れなくても植物は植物たちの意識でこう育っていくしっていうのを見ていった時になんかすごくその、まあ、文化っていう呼ばれるものとかがこう育まれていく様子っていうのがなんかすごくこうその様子からあの共感するものがたくさんあってで例えばあの まあ今ここに芸術から芸術へっていうふうに書いたんですけど、えっと、今ファンファンを運営している僕のえと一般社団法人の名前が、えっと、この校舎の芸の字をとってゲートという名前なんですけど、この昔の芸の字にはこう草を育むっていう意味があるそうなんですね。逆にこう簡易的な今使われている芸の字にはまあ草を刈り取るっていう意味が含まれているらしくて、 なんか全くこうあの真逆の意味じゃないかっていうような指摘もされていてやっぱりなんか僕がその、えー、と考えてきたその切実な想像力みたいなものはやっぱりこう植物がその土地で育つようになんかその土地にしかない切実さなんかその土地にしかない当事者性の中で育まれていく何か創造的な実践なのかなっていうことをなんかこう土をいじりながら最近考えています。 でまあ、そ,うそういう,こう実践を自分で続けながら、ねまあ、切実な想像力っていうのを最近キーワードにしてこう、まあ、社会に応答するというかこう、まあ、その土地土地の人たちと一緒に、まあ、その場所にこう必要な想像力とか、まあ、その土地に眠っていた想像力っていうものがどんなものかっていうのを考えています。 で、その切実な想像力のためのアートプロジェクトに向けて、まあ今自分が考えていることでは、その具体的な場所とか、あの、まあある制限された時間の中で、なんか切実な想像力を発見して、まあその世話をすることが、まあ自分にとっての、まあキュレーションかなと思っていて、でそれは、まあ美術館とかギャラリーとかの中で行われているキュレーションとは、 また少し違う技術かもしれないけどそれはすごくこうあのつながっているものだと思って、まあえー、美術館の中で作品とかお客さんの、えー、ことを気にしてどういう動線がいいかなとかどういうふうに案内しようかって考えることも一つのキュレーションだし、えー、街の中でこの人たちにどうやってこの作品を届けようっていうことも、まあ、キュレーターの役割かなというふうに思っています。でなんでアートと呼ばれなくても、まあ、目の前の街とか 人が持つ想像力と向き合っていくことです。でさらに、まあ、その土地とかそのコミュニティの中にある想像力が、まあ、より発揮されるように、まあ、環境を整えて、まあ、背中を押してあげるっていうのが、まあ、僕たちの役目かなと思っていてでそれがアーティストとか、まあ、アートって呼ばれない人とかものだとしてももしくはこうアートワールドで必ずしも評価されないとしてもなんかその人とかその土地 コミュニティにとってなんか必要な想像力なんだったらなんかそれにこう共感したり心を震わせていって、まあ、社会に応答していくっていうことがなんかこれからのそのアートプロジェクトの一つのあり方なんじゃないかなというふうに考えていますすいませんちょっと早口になっちゃいましたが僕からの話題提供は以上になりますありがとうございましたお話ありがとうございました あのすごく興味深く聞かせていただいてあのー、やっぱり青木さんの,あのご自身の,あの日常の生活だったりとか身体的な感覚っていうところからその、あのーまあ、いわゆる展覧会っていうレンジまでそのすごくあの地続きなように、あのー、すごく <laughs>、あのー、お話を聞いていて。 思ってあのましたあの、まあ、ファンファンの活動の,あの3つ三つのキーワードっていうところもその何をこうアクションするかっていうことの、まあ、さらにあの前段階というかどのようなその態度その環境を作っていくかっていうところにフォーカスされてるのが。 これもあのすごくあの素晴らしいなと思ってお聞きしていました。なんかそのこのトークのそうですね。打ち合わせの時に、あの1回ここに伺った時に、確かあの青木さんがおっしゃっていたのが農作業をされる時に、その何かその自分で1からあの100まで環境を作ってあげるんじゃなくて。その？ 例えばその土をちょっとあ,のあるところを掘ってみてあの風の流れを変えてあげるだけでその植物が育つようになるんだみたいな話を確かお聞きしてあのそれもなんだろうその青木さんのご活動とかファンファンの活動にすごくあの近い考え方なんじゃないかなっていうのを。 思ったりしながら聞いていてましたそのそれでもう少しお聞きしてみたかったのはファンファンをその実際に日常的にあの活動されて運営されてる中でその3つの,あのコンセプトをあの具体的に実現にあ実現に。 していくために、その具体的に普段。あのみんなで、こういうことに気をつけていこうねとか。こういうことやっていこうねみたいなことを。気をつけていることでありますか。そうですね。なんかその。当たり前を解きほぐすの時だと思うんですけど、ちょっとそのアートプロジェクト。のまあ運営というかな、なり方というか、その。あのまあ自分たちも。その。 プロジェクトの、まあ、ある種こう効能を受け取る人っていう話を少ししたと思うんですけど、うん、やっぱり当たり前と恐怖打ってこととあと安心してモヤモヤするっていうことは結構事務局のまあ運営の中でも意識はしていてあの、まあ、例えばその会議のまあやり方とか、うん、その情報共有の仕方とかっていうことも特にやっぱコロナ以降こう みんなの生活リズムとかも変わってきたと思うんですよね。うん、こう、他に仕事を持っている人もリモートワークになったりとか、まあ、家族がいたりすると、まあどうしてもその、こうサイクルの中で、うん、こう仕事のやりくりをしてたりとか、まあその時に、まあすごいその、まあプライベートに踏み込むってわけではないけど、まあみんなが自分たちがどういうこと状況を抱えているのかということも、なるべく共有するようにして、まあその中でそれぞれの私生活、 もまあ、無理のないような運営の仕方って何だろうとかっていうことはあの、まあ、少し意識的かなと思っていて、まあ、それはやっぱここ数年アートもこういろんなこう見直しというかがされていて、うん、あのジェンダーのことだったりいろんなハラスメントのことだったりっていうやっぱそういうことにもこうもっとこう運営からやっぱり意識的になっていかないといけないかなと思っているので。 そういう運営のあり方を意識してるっていうことと、まあ、あとは、なんか先ほどその、あのー、一から、あゼロから百までじゃなくてっていうことをおっしゃってたみたいに、なんか、やる気、単純な話でこう、やる気が出ることとかって、なんかちょっとした工夫で、なんか楽しくなったりすると思うんですよね。うん、なんかこう、まあ、そういうこと、こう、ふかふかのソファーで、こう、休みながら、 こう仕事がしやすいとかでもその人にとっての何かあると思うんですけどなんかそういう,こうちょっとした工夫みたいなものをなるべくプログラムの中でもこう意識するようにしててあの、まあ、もしくは参加者にそういうことに意識を向けましょうっていうことを、まあ、なるべくアナウンスするようにしてあの例えばこう今やってるプログラムワークショッププログラムの中ではこうおわ、えー、とそのワークショップの始まる前と終わった後に 自分のこう心境の変化とかをメモ吸ってもらうようにして、うん、まあ自分で自分のカルテのようなものを作ったりとかしていて、なんかそうやってあ自分がこういう時安心してたとか、うんあの、こういう環境だとこう、もやもやできるとかっていうことを記録してもらうようにしたりしていますね。ああそれ面白いですね。なんか自分がもやもやできる状況ってどんなのだろうっていうのって、うん、なかなか 自分一人では意識できないというか逆になんかこうやり過ごしてしまったりとかすることもあるなと思ってそういうことがあの見つめ直せてシェアできる場ってことですよね。そうですねへ。なんかそういう日々の工夫みたいなものも <laughs> もっと聞いてみたいんですけどあともう一つは その今回の、まあ、テーマでもあるその切実な、まあ、想像力っていうところで、あのー、やっぱりセツルメントだったりとか、まあ、作業療法だったりとかその、まあ、青木さんの,そのご自身の経験とかリサーチのプロセスの中でものすごくこう、あのーまあ、共感する。あのー 注目している活動っていうのが一方であってでその何だろう青木さん自身がその一方でそのまあインデペンデントキュレーターというふうにあのまあご自身のあの肩書きを名乗られてるっていうところのそのなんだろうアートワールドとのそのあの絵のあの まあ、視点というか関わりみたいなところがそのどちらもこう行き来することによって、まあ、それこそ,あその青木さん自身もそのまあ逡巡されながらそのどちらの,あの、まあ、こちらはアートワールドだとしたら、まあ、アートワールド外の部分にも軸足を置きながらその迷われながら日々。 あの活動されてると思うんですけれども何かそ,そこの、まあ、行き来みたいなことについてあの普段感じられててることってありますかなんか結構こう今いわゆるアートプロジェクト呼ばれるようなことに関わってるとなんかそのキュレーションとアートプロジェクトってやっぱちょっと違うものみたいに思われることも多くて、うん、なんか自分の中ではあんまりこう違い,あ違いはないというかそのか なんか分断されてるものではないと思ってて、むしろなんかその技術の使い方の違いみたいなことかなと思っていて、うん、あの、先ほど言ったようななんか美術館っていうのもなんかそうやって安心して作品を鑑賞して自分が買われるっていうま一つの装置だと思うし、で、ただそれをそのルールというかその技術をそのまま街の中で展開できるかっていうと、やっぱりなかなかそうはいかない。 やっぱり来るお客さんの層も違ったりとか、まあ、作品をこう、なんでしょうね、設置する条件とかも全然違うわけで、でも、こう、まあ、んでしょうね、目標というか、まあ見据えていることだったりは近かったりも、同じだったりもするし、なんかそれはただ、こう、技術の違いなだけかなと思っていて、だから僕はなんか、そのキレーションと呼ばれるような技術を、こう、社会の中で、 こう実践してみるとあのこういう形かなっていうのをなんか自分の中で模索していてなんか自分にとってはキュレーションってアーティストとか作品と呼ばれるものの中だけで成立するとは思ってなくてなんかむしろこうあのその目の前の人がこれどうしてもこうしたいんだよねっていう思いをなんか聞き取って引き出してあげるみたいなことは。 なんかアーティストと展覧会を作る時も結構一緒かなと思ってて、なんかどういうことがしたいのかっていうのをうアーティストからヒアリングしてって、で、例えばアーティストのスタジオにビジットとかすると、あ、こういう環境で作ってるからこういうことを思いつくんだみたいな発見あるじゃないですか。なんかそれってこう街の人たちも同じだと思って、まあ自分が置かれている状況からこうしたいんだって思ってて。でもまあアーティストはアリスその表現する技術を高めてるから、まあ 自分一人でもできるかもしれないけど、まあ、こう、そういう欲求はあるけど、表現する技術がないような、まあ、コミュニティだったり、その人だったりっていうのがいるから、なんかそれはこう、キュレーションという技術で、こう、お手伝いというか、一緒にそれをこう、社会化していくことができるんじゃないかなっていうのが、まあ、アートプロジェクトの中で考えている自分のキュレーションですかね。 キュレーションっていうあの役割っていうものがどんどん拡張していきそうな感じで楽んかあんまりこうあのもうその言葉の定義的にはあんまり気にしなくなってきたというか <laughs> <laughs> なんかとにかくそのまあやっぱり自分がだったりその本人がだったりがなんかこう、うん、この人自身が心をこう震わせられる。 なんか本当にどうしてもこれがしたいっていうなんか切実さが。こう、大事かなと思ってて。まあ、それがなんか、一緒に実現できたら。まあ、なんか、あと、でも、福祉でも、何でもいいかなと思ってるっていうのが、最近の。なんか、感じてることですかね、うん。ありがとうございました。ちょっとまだまだ、あの、話をお聞きしたいんですけれども。あの、この辺りで。 終了とできればと思います。では、青木明さん、本日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。